はい、こんばんは、スプライトライダーです。さあ、今日は、今日の朝からまあ車をいじってたわけですけど、暗くなってしまったんですけど、これから実は先日オークションで新しいマフラーを手に入れましたので、明日は、ちょっとね、ライコランドの店長さんたちとちょっと、走りに行ってくるんで、そのためにちょっとオニューのね、マフラーに変えようかなと思いますので、ちょっと、これから、マフラーを変えていこうと思います。まあ、ちょっとね、マフラーを外してから、ちょっとメインのマフラーの方は後で紹介していこうと思います。というわけで早速、まあ、携帯で外し方をいろいろちょっと見ながら、初めてなんで今回、バラすの、自分でバラすのが初めてなんで、ネットで検索して、見ながらバラしていこうかなと思います。さあ、では始めていきましょう。まずは、タンデムシートとこちらメインのシートを外していきます。これ買ってんねーな。よいしょ、外れた。外したら、シートさて外していきましょう。これ外せ、これシート下のこの、なんでこんなとこにさ六角つけた。あー、やばい、すんげー外しにくい。こっちか。まずはこの、止まってる2本のボルトをね外していきますよ。しゃあ、引っ張ると確か取れるな。取れた。さあ、取れたら、次がどこだっけ。ここの、ボルト、このプラスチックのボルトをと、どこだっけ、こことあとここか、この真ん中の六角と、あとこの裏に見えますかね、これ、この黒いプラスチックのやつ、これ押し込めば取れるやつですけど、どうやって取る、これこれも取れっていう、まあ、調べたら出てきたんですけど、どうやって取ればいいんだろう。この 1,2,3,4 とあと裏の5か、5箇所を外すと、このままこのリアカウルが、リアカウルを引っこ抜くと取れるという、まあ寸法になってるらしいんですけど、じゃあ外していきましょうか。意外と取れたぞ。いらないか、もしかして。あ、簡単に取れた。めちゃくちゃ緩いぞ。いいのか、こんなんで。辛いな。オッケー、取れました。続いては真ん中上のやつね。ここも硬い。しとれた。ここだ。問題はここだ。あ、意外といけるか、外したから。何で押し込めばいい、これ。よし、
危ない。はあ、これね、これがあるわけだ。うん、押すと取れるタイプが裏についてます。結構ボルト外したからグラグラになって外しやすいかもしれない、多少で。この隙間にあるシートロックのワイヤーを外すそうなんですけど、どうやって外すの？外さなくていけんじゃねえか、関係ないね。うわー、怖えな、なんかもうなんか後戻りができないところまで来ているような気がする。お、大丈夫かこれ、外れてなくね。上半分がなんか外れるみたいなんですよね。は？外れた、こっち外れた。どうやって外す？え？あー、なるほど。外れない。ああ、外れた。外れました。うん、やっぱりこのワイヤーを気をつけないと、うん、まあ気をつけないとって言ってもくっついてるんで、まあ慎重にやれば外れると思います。はい、じゃあ続いてはこのバンドを緩めていきます。緩めていきましょう。よし、はい、緩みましたら、ここの、六角を緩めると、外れるそうなんですか。お、グラグラする。お、これは、これは、これは左側抜けてくれないのかい。バスケットが邪魔してたのか。取れた。はい、左側取れました。軽いね、本当に軽いわ。説明通り軽いです。チタン製だからって書いてあったけど。ところでガスケットってどうやって取るのこれ。マイナスドライバーでねじ込めば取れるとか聞いたけど、取れんのかな。一回マフラー先に外しちゃった方がいいかな、いいのかな。とりあえず左側 OK。 はい、次左。